エクスタシーは、イングランドウィルトシャー州、スウィンドン出身のロックバンド。バンド名は、アンディパートリッチが、エクスタシーをもじったもの。ビートルズや、ザ・ビーチ・ボーイズといった英米問わず、オールディーズなポップスや、サイケデリック・ロックなどからの幅広い影響をもとに、その活動を通じて、ポップミュージックのオルタナティブな可能性を追求した。独特のポップセンスとこだわりに満ちたアレンジを、 思考しながら、ポップスロックとしてのフォーマットを損なわない大胆なアプローチは、後のブリッドポップムーブメントにも大きな影響を与えた。日本のミュージシャンでは、P、モデル、ムーンライダーズ、カーネーション、スピッツ、LR、ポリシックス、ホフ・ディラン、ピープル・イン・ザ・ボックス、サカラクション、カジ・ヒデキ、ベース・ボール・ベア、トータス松本・マツモト、奥田ミオ、ホテイ・トモヤス。 福山雅春などに影響を与えている。1977年10月にデビュー。1978年、当時勃興してきたパンクムーブメントの中、セックスピストルズを擁するバージンリコードよりジョン・レ・キーのプロデュースでデビューアルバムホワイト・ミュージックを発表。評論家に高く評価され、続くアルバムも肯定的に迎えられている。百七十九年、 唯一の日本公演を行った。来日公演の前座は、P モデルやアーアンとサリーが務めている。当時、全くの無名だったが、多くの日本のマスコミが駆けつけ、ライブは大盛況となった。その後、アンディは家族旅行として、小規模な宣伝も兼ねて1992年に来日している。1980年始め、アンディ・パートリッチがライブ恐怖症となり、 完全に、ライブ活動を中止。ただし、ラジオや、テレビ番組でのギグは行っている。以降、何度かのメンバーの加入、脱退がありつつ、ニューウェーブからポップスへの大胆な音楽性の変化を、減る。1992年、プロモーションに力を入れた前作となるアルバム、オレンジズレモンズを受けての、ノンサッチ発表後、フルス、バージンを離れ、 さらに制作途中のデーブ・グレゴリーの脱退もありながら、ストリングス、アコースティックの第一作、ギターロックの第二作からなる、アップル・ヴィーナス二部作を発表。その後、沈黙してしまう。2005年、長年の相棒であったコリン・モールディングが脱退し、以後はアンディ・パートリッジだけが残っている形となっているが、実質活動休止状態である。ありがとうございます。